はストレートネック、スマホ首の疲れを解消するストレッチをお伝えします。ではまずストレートネックのチェック方法をご紹介します。自分がストレートネックかどうかをチェックしてみましょう。壁にかかとと背中をつけて立ってみてください。この時に頭が壁から離れていたらストレートネックです。後頭部が壁にしっかりとついていれば OK です。ストレートネックだったよという人は今からストレッチを一緒にやっていきましょう。それではエクササイズをやっていきましょう。まずは頭板状筋という筋肉をストレッチします。左の後頭部に両手を当てて真下を向きます。目線は右膝を向きましょう。30秒間いきます。スタート。ストレートネックは別名スマホ首と言われています。首は本来カーブを描いているんですけども、ストレートネックによってこのカーブがまっすぐになってしまっている状態のことを指します。ストレートネックになると頭痛や肩こりなどの症状が起きやすくなってしまうので、しっかりと改善していきましょう。力を抜いてリラックスしていきます。はい、 OK です。では反対側いきます。右の後頭部に両手を当てて真下を向きます。目線は左膝を向きます。スタート。体の力を抜いて手の重みで首のこの後ろの部分のストレッチが効くようにしていきます。力を抜いていきましょう。右側の頭板状筋の筋肉がストレッチされています。力を抜いて、はい、 OK です。はい、次は僧帽筋のストレッチを行います。右手は後ろに回して、左手で右の耳の上に手を置きます。このまま首を倒します。そうすると首の横側がストレッチされますので、30秒キープします。よーい、スタート。力を抜いて倒していきます。深呼吸も忘れずに。体が一緒に倒れてしまうとストレッチの効果が半減しちゃうので、体はまっすぐで手の重みを使って首だけを倒すようにすると、首の横側がしっかりと伸びてくれます。もう少しです。はい、OK です。では反対側もやっていきましょう。左手は後ろに回して、右手で左の耳の上に手を置いて、手の重みで首を倒していきます。こちらも30秒、スタート。ストレートネックになると首周りの筋肉が硬くなってしまうんですよね。硬くなってしまうと目の疲れにも影響が起こってきます。なのでしっかりと首周りしっかりとストレッチしてあげましょう。もう少しです。はい、 OK です。ゆっくりと戻しましょう。次は肩甲挙筋の筋肉をストレッチしていきます。右手は左膝の上に置いてクロスの状態、左手で右の後頭部に手をかけていただいて首を倒します。そうすると肩甲骨の上あたりがストレッチされますので、30秒キープします。よーい、スタート。肩甲挙筋は肩甲骨を上げる筋肉です。ストレートネックになってしまうと肩甲骨も上に引っ張られてしまうので、その時に肩甲挙筋に負担がかかってしまうんです。なのでしっかりと首の後ろの肩甲挙筋を伸ばしてあげることによって、ストレートネックの解消にもつながっていきます。目線は少し右側を向いていただくと、ちょうどこの肩甲挙筋の部分がストレッチされますので、こんな感じでクロスしてあげてください。OK です。では反対側もやっていきます。左手は右膝の上、右手で左の後頭部の後ろに手をかけて伸ばします。30秒いきます。スタート。ぐーっと伸ばしていきます。体が丸くなりすぎると効果が半減するので、しっかりと背筋も伸ばしてあげてください。スマホなどが長い時間触っているとやっぱりスマホ首にもなりやすいので、どうしても目線が下がってしまうんです。そうなるとスマホ首ストレートネックになるので解消します。はい、
OK です。はい、それでは最後にチンインエクササイズをやっていきたいと思います。仰向けになってください。仰向けになったら背中と肩しっかりとベッドにつけてください。この状態から顎をぐーっと下に引いていきます。顎を敷いて二重顎を作るようなイメージです。ぐーっと押し付ける感じです。この時に顎を引いた反動で胸がぐっと浮くようなイメージでやってください。胸が浮くようにすることによってしっかりと顎が引けてストレートネックが解消していきます。これを5秒かける5セットやっていきたいと思います。ではいきます。1セット目、ぐーっと引いて5、4、3、2、1、はい、戻します。ぐっと引いた時に首の後ろの部分がストレッチされると思います。2セット目いきます。ぐっと引いてキープ、5、4、3、2、1、はい、戻します。しっかりと胸ぐっと浮いてますか？ぐっと意識してください。3セット目いきます。ぐっと引いてキープ、5、4、3、2、1、はい、戻します。4セット目いきます。ぐっと引いてキープ、5、4、3、2、1、はい、戻します。はい、しっかりと二重顎を作っていきましょう。ラストいきます。ぐっと引いてキープ、5、4、3、2、1、はい、 OK です。ゆっくりと起き上がってください。はい、皆さん、すべてのエクササイズお疲れ様でした。このエクササイズが終わった後にもう一度ストレートネックのチェックをやってみてください。壁にかかとと背中をつけてもらった状態で立って、頭の位置ですね、壁にグッとつきやすくなってるんじゃないでしょうか。これを毎日2週間続けていただくことで、ストレートネック、スマホ首が解消して姿勢の改善だったり肩こり、頭痛などの解消にもつながっていくので、ぜひ続けて頑張ってみてください。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。